がとうございます。長松五十四福よりですね、過分なるご紹介をいただきまして、台風大変恐縮してございます。青森聖書寺の小原新城でございます。ありがとうございます。まあ、本日は、こうして明神寺様の高僧にお招きをいただきまして、心から、随喜申し上げます。まあ、明神寺様とのご縁は南松五十四からのお話のように、皆さんご存知のようにですね、長男の明が南松五十四とのご縁をいただいて明神寺で御奉公を始めたというところにございます。また明の気弱に際しましては、もう過分なるですね、家宝以上のご葬儀をお務めいただいて皆様にはご厚情を賜りました。またその後も明神寺の納骨堂だ明のために日々お世話をいただいておりますこと、まあ、高いところとかこのからではございますけれど、謹んで御礼を申し上げます。まあ、ネパールの、ね、話がございますけれども、明が亡くなって2年後平成29年11月に私はネパールに行ってまいりました。まあ、その時のメモがあるんです。多いですね。はい。当時は福岡日宗上人がお同志を務められてネパールでご法要をいただいたということで、スリランカ、ブラジル等から30名の団さんがございました。当時はもうガタガタ道で片道3時間以上かかるようなところをですね参りましたけど、昨日話伺ったのも今は40分で行きますって、ね、まあ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 随分ね、まあそれだけ年数が経ったんでしょう、ね。願わくは、この後、10周年等の時にはぜひとも、ね、またネパールの方に伺いたいなと楽しみにしてございます。まあ、前行きは、ね、これくらいですけれども、私は本州の最北端青森でございます。皆さんの私の言葉分かりますか？津軽弁ではありません。どっちかというと南部弁に近いんですけれども、はい、多分、ね、今はテレビの時代ですから、ね、青森と聞いて皆さんいろいろ想像なさるでしょう、ね。まあ、いい面であればリンゴとかね、ニンニクとか、まあ、八甲田とか十和田とか奥入瀬渓流、ね、まあいい、ね、大変いいイメージがあるんですけれどもですね。ただ今青森のテレビで流れているコマーシャルは何なのかっていうとですね、短命県返上、青森県というのが随分流れてる、ね、短命って早死にってことですよ。早死にの県から私は来たんですよ。ね、まあ平均寿命ならね、そんなに変わんないんですよ、ね、4、5歳の違いなんですけれども、なぜ青森県が短命県かと言われてる、若い人が早く死ぬって言うんですよ。働き盛りの若い人が早く死ぬ県なんですって、青森県は、ね、なぜなのか、いろいろ原因あるんですよ。皆さん県民ショーというテレビご存知ですか？あれよく出るんですよ、青森県が。何が出るの？朝風呂、朝ラーメン、ね、しょっぱいものが好き、運動はしない、お酒はよく飲むったら早死にしますよね、これはもう、ね。でもね、遅ればせながらですよ、青森県も。そうなってやっとですね、県でも本腰を入れて、みんなで早死にしないように健康診断を受けましょう、食べ物はしょっぱいものはやめましょうとか、運動をしましょうと始めてるんですよ、ね。まあ遅いと言ったら遅いんですけれども、でもこのままだと青森県は消滅しますよ。そうでしょ、高齢者は増える、働き盛りの人がいなくて、ねね、子ども少子高齢化といったらもう消滅の一途だ、いいですか。なぜ私がこんなことを話すか、
今日のご訪問がその通りなんです。まさに気づいて初めてっていうところが我々にあるんですよ、ね、じゃあどうしようかというところなんですよ。それでは、ご訪問をされて、ね、いただきます。ご教化に二度三度困るばかりの損をしてお粗末にまく正直の種、二度三度困るばかりの損をしてお粗末にまく正直の種。仏流街道日泉上人お示しのご教化でございます。このご教化は、ね、仏様がお教えくだされた因果の道理、ね、因果の道理というものは厳しいものがありますよ。ですからご信心をなさられておねられても仏様の御心にかなわない、教えを守らないというようなそういう種をまいていたのでは良い結果に至ることはありませんよ。ご利益もいただけません。大事なのは仏様に対してご法然に対し正直なご奉公に努めないでどうするか、ね、改める改良するのに遅いということはありませんよ、ね、ぐずぐずせず即刻改良なさいとこうお教えいただくご教化でございます。二度三度困るばかりの損をしてお粗末にまく正直の種とお読みくだされてねございます。まあ、正直という言葉は誰でもご存知ですよ、ね、誰でもご存知です。正直ということ、まあ、正直に関することわざっていうのはいろいろあるんですけど、いくつか挙げてみますと、良くない意味では正直正直者がバカを見ると言いますよね。正直者がバカを見る、ね、これは、ね、悪賢い人がずるく立ち回って利益を得るのに対し正直な者が規律を守るために損をするというそういうことわざですけども、ね、あんまりいいことわざじゃないですよね。でも案外今の世の中はそういうところがあるわけですよ。またいい意味では正直は一生の宝だということわざも、ね、あります。正直というのは一生を通じて心がけなければならない宝物のようなものだ。正直は誰にでも誇れる財産であるという意味のことわざだ。また正直は最良の策であるということわざもねございます。まあいろいろ策略を練るのもいいけれども、正直であることがかえって目的を達成する最も、ね、近道である、ね、まあそういうようなことわざもございます。まだまだあるでしょう。本日のこのご教化を皆さん聞かれて、自分にも心当たりのあると、ね、そう思われる方もおられると思います。まあ、人の言うことも聞かずに突き進んだ結果、やっぱりダメだった。自分では要領よく、ね、簡単に考えて大丈夫だと、そう思ってやってしまったことが失敗をした。まあ、それもまあなんとかなるうちはいいんですけれども、意地を張ってにっちもさっちもいかなくなってしまいますと、こんなことになるんだったら初めからよく考えて忠告を聞いてやっておけばよかったというような経験は誰でもあるわけでございます。取り返しがつくうちはいいんですけれども、うん、
私が、ね、このご訪問を解くときにいつもお話しする、ことがあるんですよ。私は現在青森聖勝寺の、まあ、住職という立場に、ね、おりますけれど、私は青森に来て15年経ちます。じゃあその前はといったら、高専寺の八戸別院に20年ほどおりました、ね、その前はといったら、まあまあ、学生で上泉寺にも行ってましたけど、私はそもそも盛岡高専寺の、教務でございます。向こうに工藤新さんがおられるんですね、工藤新さんの、ね、お寺でございますけど、ね、私の師匠は、ね、柴崎日薬商人、ね、昭和59年に、ご宣言に、ね、なられましたけれども、ね、私が、ね、学生の頃、この亡き日薬商人がお前ご奉公についてこいというので、当時は北部教区といって、現在の八戸、十和田、七戸という三沢というところが北部教区といったところで、そこにご奉公行くからお前もついてこいということでお供したことがございました。当時は北部教区というと、ね、まあ、月に何回か日薬商人がご奉公に、ね、上がられていて、月始めにはですね、八戸、三沢、十和田、七戸、持ち回りで薬中会をするんですよ。その時にご信者さんがみんなお参詣なさるんですよ。ということは、八戸でやる時にはみんな八戸に集まる、三沢でやる時は三沢に集まるということですね。みんな集まって、ね、大体20人から30人ぐらいのご信者さんが集まるわけでございます。そこであるご信者さんが師匠のとこに相談に来るんですよ。うちの師匠ってのは怖いですからね、もう睨まれたら震えるような感じでですね、うん、それでね、その相談に来たご信者さんを見透かしたように、ね、お前はね、ニッチもサッチもならない状態にない、何とかしたいという思いで来たんだろう、ね、なんで今まで相談しなかった、ね、自分で、ね、ちょこちょこっと、ね、ご祈願すりゃ何とかなると思ったんだろう、ね、もう開口一番こうですよ、ね、そんなですね、ごまかすような信心じゃお計らいはないんだ、ね、それで、ね、このご信者さんの今の信心の状態を一つ一つ聞くわけですよ、ね、難しいことを聞くんじゃないです。信心の基本的なことなんです。まず方々はないのか、ね、お前に方々はないのか、ね、方々をしていないのか、朝夕の換金を毎日やっているのか、ね、ご法然のお給仕はちゃんとしているのか、お寺参詣、道場参詣はどれだけしているか、ね、朝参詣はどうなんだ、また先祖代々のご恵光をちゃんとしているのか、またご恵光漏れはないのか、お初法は必ず欠かさずに取っているのか、愚痛の誓願は立てているのか、ね、またその誓願に対してどういうご奉公をしているのか、ね、特にお経家に心がけて下手下地縁に歩いているのか、またお前は薬中なんだから、ね、薬中のご奉公に努めているのか、藩内のご信者さんの助業はしているのか、ね、ご奉公の不行き届きはないのか、ね、などなど一つ一つ、ね、聞いて丁寧にどこを、ね、どう改良すべきかということを的確にお釈迦なさるんですね。特に、ね、ご信心というのは信心ですから心なんです。ですからご信心というのは心が大事なんだ。心得違いはないのかということは
大変厳しく、ね、正されて、ね、おられました。本当に、ね、良くなりたいと思っているのか、ご奉公をさせていただきますというそういう気持ちがあるのか、仕方なくやっているというようになっていないのか、ね、お経家のご奉公なんかもそうです。できる人がやればいいとか、自分はほどほどでいいというふうに思っていないのか、またご有志などは、ね、志が薄れてしまって喜びのない、ね、ご有志になっていないのか、ね、愚痴ばかりという心になっていないのかなどなど、お釈迦をなさってその場でお懺悔をさせるんですね。皆さんお懺悔なさりますか、どうですか。次っていうんじゃない、今しなさい、今だ、ね、ですからそこからまたお懺悔の関係が始まるんですよ、ね、でもそこが大事なんですよ。ご信心というのは教えを守ってご訪問とかご指南にかなったそういう正直なご奉公をしていればご利益がいただけないということはないんですよ。いただけるんですから。因果の道理で、ね、必ず結構なお計らいがいただけるということで、ね、ございます。皆さんは普段ご住職お経務さんからお釈迦をいただきますか、どうですか。長松ご住職が飛び回ってますからね、あちこちお釈迦いただく機会はないかもしれません。いいですね。でもご住職やお経務さんのお釈迦を簡単に考えてはいけません、うん、ご訪問を聴問してもお釈迦をいただいても受け止め方っていうのは人様々ですから、ね、よく教えられるのは一つには教えられたことを守る人、実行する人、ね、一つもう一つは教えられたことや決めたことを自分の都合のいいように変える人、もう一つは教えられたことを何にもしない人。皆さんどうですか。皆さんはね、教えられたことを守る実行する人ばかりだと思いますけれども、いかがでしょうか。ですから、ね、自分の都合のいいように変えたり何にもしない、それは正直な信心じゃないんですよ。またお釈迦の受け方もね、今の時代はと言ったら分かりませんけど、昔の時代のことをそう知ってるわけじゃないんですが、今の、ね、方々はどうでしょうか。お釈迦を単なる、ね、アドバイスだとか、ね、その程度に受け取っていないでしょうか、ね、アドバイスなら聞いても聞かなくてもいいんですよ。やるやらないは自分が決めるんですから。お釈迦はそういうもんじゃないです、ね、釈迦されたらそれを守るんですよ。ひどい人になるとですね、お釈迦ってね、私に対するクレームですかって、クレームじゃないんですよ ね、おかしいから改めなさいって言ってるんでですね、受け取り方が悪いとそうなるわけですよ、うん、ですから本日のこのご教化、ね、二度三度困るばかりの損をして遅まきにまく正直の種、ね、ご信心をしているしていると言ってもご訪問やご指南を守らずにお釈迦も聞かず自分の都合のいいように解釈して自分の好きなように進んで、ね、結果、ね、一度ならず二度も三度も困った状態に陥ってしまう。ご利益もいただけずどうにもならなくなって、やっとご法然に対して正直なご信心でなければご利益はいただけないものだ、物事は良くならないと気づいたならば、ね、気づかされたならばすぐにお懺悔して改良して我を張らずに遠回りのようでも
正直なご信心の種をまきなさいと、ね、お教えくださっておられるのでねござる。ですから本日ただいまからでも今からでもいいんですよ。お懺悔改良して遅まきでもまけばいいんですよ。因果の道理ですから、まいた時から変わるということでねございます。改良すればいい、しなくてはならないと頭では分かっていますと言いながら、ね、自分のプライドとか見栄、体裁から我を張って改良ができずにずる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 と良くない状態になってしまう。一番困るのは自分自身なんですよ。また場合によっては家族や人様に迷惑をかけ、果ては家庭生活やお仕事にも悪い影響を及ぼすようになるんです。自分はもう長年ご信心もしてるし、ご奉公の仕方も十分分かってる。何にもお釈迦をされるようなことはしていない、うまく何でもやっているから大丈夫だなどとですね、油断をなさいますと自己流の信心になって、教えに従う素直さが失われるということもございますから、よほど用心しなくてはなります。よく言われるのが、信心も古くなると誰も言われなくなる、お釈迦をしてくれなくなるものだ、結果古ぼっけ利益なしというふうになってしまうのでございます。くれぐれも正直でないご奉公はご奉善、仏様はお受け取りにならないということをお忘れになりませんよ。ご奉善というのは、ね、厳しいものでございます。海道上人のご指南に、ことわざにまかぬ種は生えぬと、善悪ともに言われなくして来たることなし、ないし因果を知る人を信者と申す、この人信用を怠らざる人なりと、かようにお示しくだされてねございます。このご指南は、困るばかりの損の種をまくのも自分なら、ね、正直の種をまくのも自分なんですよ。その結果が自分に現れるんです。その道理も知って正直なご奉公に努めるのがご信者でございます。まあ、世の中、ね、先ほど正直のことわざを言いましたけど、正直者がバカを見るように思う時があるかもしれない。でもご信者はそんなところに目をつける必要はないんです。正直に努めれば努めただけのことはある、ね、因果の道理に基づいてお計らいがいただける、そうしっかりと、ね、いただいて改良させていただこう、そういう思いを常に持ってお励みなさいと、ね、そうお教えくださるので、ね、ございます。妙心寺様は創立80周年、ね、素晴らしいですよね。うちのお寺が70数年じゃないかな、うん、ね、次の90周年、ね、100周年、ね、向けてご奉公のスタートをされます、ね、ただ、ね、流れに身を任せているというのではなくて、ご住職を中心にご信者一人一人がお寺全体のことを考えていただいて、じゃあ自分はどのようにご奉公させていただこうか、そこにどうか軸足を置いていただきたいので、ね、ございます。信心があればご奉公は見えてくるとも教わります。こんな私だけれども、どうかご奉公様、私にもご奉公させてください。そこが大事なところで、ね、ございます。
アメオ神事や、ね、物流魂と、ね、そういうふうに皆さんに、ね、教えておいででございます。まさにその通りですよ。みんなご信者さんお一人お一人がさせていただこう、させていただこうかじゃ、させていただこうじゃないかという、そういう思いをみんなが持って、ね、いただきたいのでございます。それからもう一つ、ね、申し添えますけれども、ね、長松ご住職、ね、ここにおいでになります。いいですか。先ほどの釈服の話じゃないんですけど、ご住職やお教務が、ねね、嫌な顔をするようなご奉公しちゃダメですよ。やはりみんなでですね、支えて盛り立てて、ね、ご奉公されていただく、ね、ご住職を中心にみんなで一つになるのが正直なご奉公ですから。いいですか。まあ、そんな方はないと思いますよ。明神寺のご信者さん方はみんな前を向いてさあやろうというふうには思っておいでになるとは思いますけれども、ね、私たちは人間です。凡夫ですから失敗もある。でもその時に気づくか気づかないかっていうのは大きな違いなんです。気づいて、ああこうしてはいられない、ね、改良しよう、お懺悔されていただこう。ですから80年の、ね、スタートはそれぞれご信者さんお一人お一人が今までご信心ご奉公なさってきた自分自身を振り返っていただいて、ね、自分で、ね、こんなもんだろうとかこれでいいというふうなことがなかったのか、ね、改良させていただくのには年は関係ありません。いいですか。若い人であってもお年を召した人であっても改良されていただこうと思えばいくらでも、ね、改良点は見つかるんですよ、ね、ご奉公に行き止まりはありません、ね、常に唱えて唱えて唱え人って皆さん寄せ修行証で唱えてるでしょ、ね、最後の最後までご奉公されていただくんですよ。長松ご住職が死ぬまでご奉公、ね、その通りです。その通りだと思います、ね。いつかとかですね、やがてなんて言っていられるだけ我々には時間があるようでないんですよ。いいですか。こんなことを言っては申し訳ない。 人生たかたか生きても80年100年ですから。いいですか。そうなんですよ、ね、100年生きてもわずか3万6500日ですよ。それを長いと見るか短いと見るかはあれですけれども、ね、どうか、ね、ご奉公されていただける時間があるというのはありがたいんです、ね、皆さんは本日こうして養心寺のお屋敷にお参詣なさいました、ね、本日ただいま皆さんは生きてます、ね、また明日も願わくはお祓いをいただいて増薬寿命のお祓いをいただいてご奉公されていただきたいのでございますけど、そのご奉公の中で同じご奉公をされていただくんなら、ちゃんとしたご奉公をしなきゃ残念ですよ、ね、正直なご奉公をされていただきましょう、ねね、悪いところはお懺悔改良されていただけばいいんですよ。どうかそういうことでですね、まあ、皆さんに対するご訪問が、ね、私の、勤めであると思ってですね、いろいろ考えてはいたんですけど、小難しいこと言ってもしょうがないです。するかしないですから、しないかですから、させていただこうと思ってするのか、ね、しないのか、ね、どうかしっかりとですね前を向いていただいて、ね、どうか明神寺が90年100年とさらにご無事発展されていただけるように、ね、それはご信者さんお一人お一人の、ね、これはもうご奉公次第でございますから、そのためにも、ね、正直なご奉公を自分はされていただくんだ、ね、そういう思いをさらに持っていただきたいということを申し上げて、ご訪問とさせていただきます。
故にご教化に二度三度困るばかりの損をして遅まきにまく正直の種。本門八本所見上行所伝本人下手の南無妙法蓮明経南無妙法蓮明経